ファッションってすごい相手がどう見るかっていうのを見られるか、相手からどういうふうに見られるかっていうのは重要だと思ってるんですよ。自分がいいと思っててもすごく短足に見えてるバランスってあるんですよ。いいところを消してるんですよ、その人のいいところを。本当はすごく肌が白くて綺麗なのに、着てる色のせいで肌がくすんで見えてたり、本当はもっと若く見えるはずなのに年相応にしか見えなかったりとか、そうですね、本当はすごくスタイルがいいのに着てる洋服の色の四角のせいですごく太って見えたりとかっていうのがあるので、そこを直してあげるだけです。ただただそれだけです。若々しく見えるのになと思った時に、それをその人がよりよく見えるような格好にした時に、やっぱりそれを見てる他の人って年齢よりも若く見えますねとか、綺麗ですよねとか、清潔感ありますよねっていうふうに話のきっかけになるので、そこできっかけができるじゃないですか。いろんな人と関わる、その人自体はすごく素敵なのに、それが見えてなくて他の人が話しかけるタイミングがなかったりっていう。でも外見を変えるだけで好印象になっていろんな人が話しかけてくる、話で聞いてなかった方向性に行くんですよ。あれこういう系って言ってたよねっていうのに、あ、私こういうの好きだったんだとか、こういうの見てみたいとか、このお店も見てみたい、いやそこ全然系統違いますよみたいな感じなんだけれども、その人が行きたい行きたいっていうところについていくと